マルワ小倉店2008年10月撮影マルワは,はかつて存在した福岡県山口県で展開する食品スーパーマーケットチェーン2011年4月30日までは福岡県北九州市小倉北区に存在した同名の企業が事業を行っていた2011年5月1日をもって広島県に本社のある同業のユアーズに 九州合併され、以後は同社の一部ランドとして存続していたが、2019年3月1日に同じ泉グループに属するスーパータイエが旧マルワ店舗を承継し、全店が泉グループの食品スーパーブランド、夢マートに解消したため、店舗ブランドとしても消滅した。株式会社マルワは福岡県北部、山口県西部を中心に、 長崎県津島市、大分県北部などに店舗を展開していた。山口県の店舗の大半は下関市に本拠を置いていたスーパー、丸富の店舗を譲り受けしたもの。日本で初めてスーパーマーケットのシステムを導入した企業でもあり、スーパーマーケットとして初の24時間営業を開始するなど先駆的な取り組みを行ってきた企業でもある。スーパーマーケットの 丸和のほか、高級マーケット形態のラパレットなどの店舗ブランドを用いて、チェーン展開を図っていた。2007年、創業60周年を機にロゴマークを一新した。不況の煽りを受けて、経営難に陥り、広島地場のスーパーマーケット、ユーアーズの参加に入った。同じく北九州に本社を置き、スーパーマーケット、アパンダを経営していた石原商事も、 マルワと同じく2007年にユアーズの参加となり、九州のアパンダの店舗はマルワに譲渡され、店舗ブランドをマルワに転換させるなど、経営再建を目指していたが、2期連続で営業損失を計上するなど、好転の兆しがなかなか見えない状況となっていたほか、親会社のユアーズも経営難に陥ったため、2010年6月30日にユアーズと共同で、 事業再生エリアる手続きの申請を行い、抜本的な事業再生に着手した。事業再生計画では、両者の管理コストの削減を目指し、2011年5月1日に、ユアーズがマルワを吸収合併し、既存店舗の改装や不採算店舗の閉鎖などのリストラを推進することとしている。合併後は、法人名義としてのマルワは消滅したものの、 ユアーズによる店舗ブランドの一つとして存続した。事業再生計画に基づく、不採算店舗の閉鎖にあたっては、2009年11月以降、2011年1月までの間に、旧、アパンダー及び旧、丸富の店舗を中心に21店舗の閉鎖方針を発表。閉鎖店舗は、北九州市7店舗、豊地,地区5店舗、山口県長都市4店舗など、 建物の老朽化したエリア内の小規模店舗を立て続けに閉鎖するなど、ドミナント戦略の大幅な見直しを進めた。法人としてのマルワはユアーズに吸収されたが、ユアーズが業績悪化により、2015年に泉の参加となった。これに伴い、CGC シジ,シジャパンから離脱して、日流グループの一員となっている。 さらに泉グループ間のエリア調整の観点から2019年3月には丸和を含むユアーズの福岡県山口県内の店舗を泉傘下となっていた福岡地場のスーパータイエーに監視し夢マートブランドに転換これにより丸和ブランドも消滅したなおアパンダから承継した店舗はスーパータイエーへの事業場と前に全て閉店している丸和は長年 子会社を通じ、小僧寿司チェーンの福岡県、山口県におけるフランチャイジーとなっていたが、2007年8月末に、小僧寿司チェーンとのフランチャイズ契約を解消。小僧寿司のブランドである、寿司花館名義で展開していた店舗を、丸は本体による、新ブランド、寿司本舗き先楽名義の店舗へ、全店変更し、小僧寿司時代に得たノウハウをもって、促進を進めた。 丸和本体の経営再建に伴い、消え楽事業については、佐賀市に本社を置く、ラララ社2700万円余りで売却。本業への事業集約を明確にした。なお、寿司本舗木先楽は、山口県内の5店舗のみ残存している。夢マート小倉は、丸和の1号店であり、丸和ロゴの電飾が特徴的であったが、 電飾については隣接する単価市場の改修工事の計画があることから当分の間撤去を見送ると報道されており、夢マートと名称変更した後も看板電飾は丸輪のままである。福岡県山口県。ありがとうございます。